ヨーロピアナは文化遺産のための EU のデジタルプラットフォームである。参加期間は3000以上に上り、アムステルダム国立美術館や英国図書館、ルーブル美術館といった国際的に著名なところから、欧州連合のすべての加盟国における地域の文書館や美術館、博物館までが含まれている。同時に利用者はそこで収集されたコレクションを通じて、 戦士時代から現代までの欧州の文化的科学的遺産を探索できる。レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザ、ヨハネス・フェルメールの真珠の耳飾りの少女、チャールズ・ダーウィンやアイザック・ニュートンの著作、ウォルフ・ガング・アマデウス・モーツァルトの作品はヨーロピアナのハイライトをなすものの一部である。2010年1月時点でアクセス可能なコンテンツは約600万件ある。 2009年7月時点の国別提供割合では変わらずフランスが約半数を占めているものの2番目に多いのはドイツの約15%と多様化してきている。現在は58のメンバーがコンテンツを提供しており5%以上の提供割合を占める国はフランス、ドイツ、スウェーデン、イギリス、オランダの5カ国である。 計画では2010年の本格運用までに1000万件の収集を目指している。現責任者はジルカズンズ欧州デジタル図書館事務局長。ありがとうございます。